ちは、褒めまくりです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか？本日は、褒めまくりは気分がめいっています。うんざり状態で、気分が最悪でございます。笑い。その原因はいくつかあるんですけど、その一つの原因を今日取り上げたいと思います。題して、愛知トリエンナーレ復活。愛知県大村知事の復讐が始まる。今年も昭和天皇の肖像を燃やします、です。最後に日本人の反応をお伝えします。それでは早速行ってみましょう。共同通信の報道によりますと、2019年の芸術祭愛知トリエンナーレで企画展表現の不自由展その後に出展、賛否が分かれた平和の少女像など3作品の展示会が名古屋市内で7月に開催されることが18日分かった。企画する市民団体表現の不自由展その後をつなげる愛知の会が発表した。展示会は私たちの表現の不自由展その後、市民ギャラリー栄で7月6日から11日に開催予定。3作品は他に昭和天皇の肖像を燃やすシーンを含む映像作品、遠近を抱えてパート2など、19年の不自由展は3作品に抗議が殺到、開幕3日目で一時中止に追い込まれた経緯がある。以上です。次に、日本人の反応をお伝えします。旭日旗も展示しろよ。これについては俺も動く。抗議活動だよ。具体的には、いいんじゃないの、雷大藩の像を置けるし。また、日本人ヘイトを芸術だと言い張るのか。日本人ヘイトが問題視されないとか。本と日本はおかしい。日本人ヘイトを問題視すると、差別やヘイトスピーチと、弾圧されるで、チベットウイグルも近いな。多くの日本人が不快感を示している時点で、公共の福祉に反していると思うんだけど、まあ外人には日本人の感情など知ったことではないのでしょうね。私費でやるの？じゃあご勝手に。日本や日本人をボロクソに言うのは表現の自由で許されるが、朝鮮や朝鮮人をボロクソに言ったらヘイトと認定され許されないというのが理解できない。愛知県はゴミだな。彼らが発狂することをしたらいい。表現の自由ですって笑い。金髪豚の知恵をくれてん。表現の自由です。笑い。しょうがないね。愛知県民は反日賛成なんだから。コロナ放置で税金ジャブジャブ遊びとは。いいご身分だな、大村よ。以上です。皆さん、どう思いますか？どう感じますか？褒め、まくりは、うんざりです。うんざりしまくっています。虚脱感です。この大村知事というのは一体何者なんでしょうか？中国と半島の南方面のとある国家の回し者としか思えません。あれほど問題になり、事件にまで発展したリコール問題。リコールは成立しませんでしたが、だからといって愛知県の判断、大村知事の判断を日本国民が全て容認しているとでも思っているのでしょうか？この人物は自由移民党出身です。自由移民党という政党が保守政党ではないのは明らかです。こういう人物がいるんですからね。よほど日本に恨みを、憎しみを持っている人物なのではないのかと、そう思えてなりません。何度も何度も昭和天皇の肖像を燃やす展示をする、許可する。保守に恨みを晴らすように追い打ちをかけて、昭和天皇の肖像を燃やす展示を許可する。神経が理解できません。日本人の精神をこの人物に全く感じません。あまりにも虚脱感で褒めまくりは本日頭が回りません。げんなりします。笑う気さえ起きないほどうんざりです。うなぎのかば焼きを食べる気さえしません。サンマの缶詰でも食べようと思います。中国、そして、とある半島のとある国からすれば、大村知事は、力強い大親友なんでしょうね。
それとも家族なのでしょうか。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。